こんにちは。金色のコルダ3フルボイススペシャル2回目実況プレイ続きをやってまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。金色のコルダ3。お、ニアさん、こんにちは。では続きいきましょう。さあ、前回は夜で終わりましたね。まあ言ってもチュートリアル的な感じなので、まあどんどん進めていくべきですから。まあでもその間にもね、心の音が鳴り響いてますからね。京也くんといい天宮くんといいね。油断はせずに寝ましょう。おやすみなさい。おはようございます。あ、今日はどの曜日だどの曜日ちょっとね、アンジェリーク用語よ。夜、あー、天気悪い。今日は風が強い。今にも雨が降りそうな天気だ。とりあえず物質へ行ってみよう。どうしました？いや、どうしました？さっきの物憂げな顔をしてましたが、誰からだろう。ラブレッター邪魔してしまった。なるほどね。まあ物憂げな顔してたからね、一人珍視してたから、その邪魔をしてしまったかなって感じでいこうか。俺が君を邪魔だなんて思うわけないだろすごいね、いきなりね、会ったばっかのにそんなことが言えるっていうのはもうねすごいですね。この人はもう白虎の八王なのかなっていう。それにこの手紙はある意味君にも関係がある内容だよ。ん、忘れてしまいましたが、何でしたか。はい、読んでごらん。どれどれ。榊君お元気ですか。もうすっかりひまわりの咲く季節になりましたね。オーケストラ部の皆さんも日々練習に励んでいることと思います。あ、思い出したこの手紙はうちの部の顧問からだよ。今は療養中でね、学校には来ていないんだ、うん、続きを読んでみよう。皆さんからの手紙大切に読んでいます。心配をかけてすみません。ですが皆さんの手紙を読むたび元気を分けてもらっているようです。いつも温かい言葉をありがとう。先日如月くんが報告に来てくれました。今度校内選抜を行うそうですね。可能性は誰にでもあるもの。皆さんなら納得いく形で代表を選べると思います。同じ夏は二度は来ません。どうか皆さんの心に残るひと夏になるように、全員一丸となって臨んでください。ただ一つ心配なのは如月君のことです榊君、どうか如月君が無茶をしないようお願いします。あ、もう顧問の先生はもう当然というか、そこはしっかり見抜いてたんだよね。やっぱり人の配置とか適材適所とかね、長所短所をしっかり見極めてね、部の勝利に導けば、あるいは部員たちのね、これから先の将来のことも導いていくっていう重要なね、責任があるのが顧問ですけど、この清掃の受け部の顧問の先生はすごいしっかり分かってくださる方なんですよね。あの棚を見てごらん。一箇所だけぽっかり開いてるだろ。あそこには昔銀のトロフィーが飾ってあったんだ。俺たち桶部員はあの棚に再びトロフィーを飾ることを目標としてる。それが先生に対してのせめてもの恩返しだと思ってね特に律は、律は高一の時にソロで優勝した。当時の部員たちからは称賛もされたが、やっかみもあった。如月くん、優勝おめでとう。お前本当にすごいな。同じ1年なのにさ。ありがとう。
まあ、3人ともメガネでしたけどね。単にそれだけです。やっぱ天才は違うってことだろう。ねえ、まあ世に出るっていうことは有名になるってことは目立つってことでね、こういう人もいるんだよね。やっかみってやだね。俺らみたいな凡人には無理だよな。ね、大変な努力の末やってるってのにね、簡単に言われちゃ嫌だよね。リツさんも、違う、俺が目指したのは。おい、キサラギ、ちょっと待てって。サクキ、俺はオケ部の部員同士競い合う中で全国を目指したつもりだった。だが今のオケ部で俺の欲しいものは本当に得られるのか。キサラギ、俺は競い合い高め合うライバルを求めて清掃学院に来たんだ。これでは何のためにオケ部に入ったのかわからない。お前まさか辞めるつもりじゃ。キサラギ君、君はまだ何も始めてはいませんよ。先生、音楽の高みを目指すという俺の目標は間違っているんでしょうか。さあどうでしょう。ですが君が求める音楽はもしかするとアンサンブルで得られるかもしれませんよ。アンサンブル？どういうことですか？かつてオーケストラ部は部員同士よくアンサンブルを組み全国大会に出場していました。部員の間で切磋琢磨して選抜メンバーを選び、さらに他校と競い合うことでより良い音楽を目指したんです。最近はそのような形でコンクールに出場することもなくなってしまいましたが。アンサンブル？うん。と、つい話し込んでしまったな。風が強くなってきたな。そろそろ帰った方がいい。天気予報を見なかった？今日はこれから嵐になるよ。台風が近づいてきてるんだ。外は雨が降り続いている。だんだん風雨が募ってきた。な、停電だ。あれ？既読がついてない。電気がついた。おい、今いきなり電気消えただろう。そっちは大丈夫か？ったく、これだからボロい建物は嫌なんだよな。この寮、老朽化が進んでるんじゃね？だべってる場合じゃねえな。食堂に来れるか？もしかして京也君怖いの？電気がついているうちにみんなで集まっておこうぜ。もしかして怖いの？あ、来たね。お前だけか？確か女子寮にはもう一人いたと思ったが。猫がね。ニラのことだろうか。部屋をノックしても返事がなかったことを伝えた。うーん、もう寝てんのかもな。じゃあ俺たちは。なっ、怖いねこれ。あの推理物の作品だとこれ第一の犠牲者がニラってことになるよね。もうすでにちょっと
金田一少年のなんとかなんとかみたいな展開を今思い出しましたけど、また電気消えたよ。どうやらまた停電になったようだな。うん、まあ老朽化というよりも単純に雷雨のせいかもしれないけどね、停電は。どうした？沈黙。電気つかねえな。ブレーカーが落ちたか。そうだな。なあリズ、懐中電灯なかったか。落ち着かないね京也くん。いや、ないようだ。料理に備え付けがあったはずだが見当たらなかった。代わりにろうそくを見つけたが。ろうそく、火は。それでいい、貸してくれ。火は。火あった。これで互いの顔が見えるな。なかなかね、火を持ち歩いてる人少ないけど、もしかして京也くんタバコ吸ってる？ライターは普通に持ち歩いてる。ダメだよ、未成年がタバコ吸っちゃう。あ、でも新しいイベントですね。おーおーおお、知らないイベント、知らないイベント。みんな車ってる。なんで車ってるの？静かだな。リズ、なんか話題ないのか？百物語でもしましょうかね。これは昨年の夏実際にあった話なんですがみたいな。そうだな。それなら百物語でもするか。ごめんなさい、ごめんなさい、かぶった。ごめんなさいね、想定してなかった。リツさんも分かってるんだね。あ、この転入生、あ、違う、弟で、この知ってるから言ってんだね。ごめんごめん、間違えた。分かってて言ってんだ。は？なんでそうなるんだよ。いや、ろうそくの火を囲んでする話といえば百物語が定番だと聞いた。うん、まあこれでろうそくが100本あったら言うことないんですけどね。一本ずつ吹き消してね。ちょうどいい機会だ。この寮にまつわる話をお前たちに。いやそうじゃねえだろ。こいつを怖がらせてどうすんだよ。最後まで認めないね、今日は。自分が怖いってこと、私のせいにしないで。私怪談話大好きなんだ。稲川淳二大ファンなんだ。怖くないよ。今この状況でそんな話をするなんてありえねえ。却下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 。アッテンボロを思い出しますね。無理やり銀で、やっと銀英で入った。アッテンボロですね。キャカキャカって。それなら別の機会に話そう。この話は代々寮生に受け継がれる決まりだからな。それは聞かなければ。どういう決まりだよ。うん。あら、案外序盤からね、仲の悪いと思われてた兄弟二人の掛け合いが聞けますね。どうした？そうで、今思ったね。なんだか安心するね。昔思い出すもいいな。でも、なんだか安心する。まさに自分も思った、それ。そうか。お前がそうやって笑っていると、俺もほっとする。まあ、そうだな。リツさん。お前が落ち着けるなら集まってよかったってことだろ。ああ、よかった、二人とも分かった。もう遅いからな。眠気に負けても仕方ない。この姿勢のまま寝たのすごいね。たくしょうがねえな。いいよ、お前は寝てろ。ああ、何かあったらすぐに起こしてやるから。何も心配はいらねえぜ。おやすみ。寝てました。あ、寝たから。今寝てんのかな、ゆえこは。このイベントは何でしょう。あれかな、個別のイベントでは出てないから、あれから2週目になってから見られる特別なイベントかな。いや、よかった、面白かったですね。よし、ごめんなさい。
まだ親密度足りないね。まあまたじゃあ翌日も親密度を上げつつで練習ね。まあ、ゆい子自身、そうだね、ゆい子自身の習熟度100にしてからいよいよアンサンブル練習に入るか。間に合うよね。あと3日でしょ ?3、2、1。あとす。いけるね。明日日曜だし。あ、というか今日。そうか、どの曜日、じゃあ土曜日は1日費やしちゃったんだ。イベントで。寝ましょう。ありがとうございます。今日は日曜だ。授業がないから平日よりたくさん練習ができる。やったね。おはよう、うん、休みの日だというのにこれから練習か、うん、すっかり雨も上がったからね。だったら昼は寮に戻ってくるより出先で食べた方が効率がいいと思うぞ、うん、効率はいいかもしれないけどお金かかっちゃうんだね。そうだ、せっかくだから弁当を持って行ったらどうだ。作るんだね。ここの湯気子は料理が得意だからね。作るのなら寮の台所を借りればいいさ、うん、ね、作品によって料理が本当ダメな湯気子もいるからね。そういえばお腹が空いたな。私は君が作ったものをつまませてもらおう。何作りますか。なんか切ってる。お弁当を作った。味はいいが量が多くないか。食べるんですよこれ全部。私がつまみ食いしてもまだこんなにあるのか。これじゃ一人じゃ食べきれないだろう。そうだ、どうせなら誰か誘って一緒に食べたらどうだ。お弁当作ってくれるって嬉しいですよね。ありがたいような、うん。いや多分何の意図もないんだろうなと思いつつ、何か意図があるんだろうかとかね。まあ昔の思い出ですよ。この出来ならみんな嫌とは言わないだろう。緑の多い森の広場なんかおすすめだぞ。はい。健闘を祈っているよ。健闘する。ありがとう。よし。じゃあお昼にお弁当を食べられるから。よし。ちょうどこの日の曜日は、あと挨拶挨拶挨拶。ごめんなさいね。他の方の挨拶回りは今回はね省略します。申し訳ない。ああ、毎日1上がるんですよね、これで。帰宅じゃない、これ危ないよ、あのボタン。うん、上がってるよね。よし、じゃあ練習します。2人練習しよう。2人練習もどんどんやるか、まず二人練習結構上がりますからね、親密度。チャルダッシュ。で、今日、5しか上がらないのか。ちなみに一人練習だと。7! あ、じゃあ、6! 1しか違わないね。じゃあ、二人練習また、みんなと二人練習しつつ、最初、やがて100になるから、まあ今日の後半あたりからアンサンブル練習といきますかね。チャルダッシュで、二人で練習。まあやることもねえし付き合ってやるか。親密度 1.2 倍もちょっと魅力的だな。うん、午前中1回1人練習して、このより技術レベル、ああでもあんま変わらないんだよな、今レベル差があるから。じゃあ技術練習、いや習熟度1でも上げるか、うん、今は。ねえみー、ちょっと朝早すぎやしねえか。いや、やるけどな。やろ。はい、どんなもんでしょう。89。うん、あー疲れた。気入れて練習するとやっぱくたびれるぜ。よし、じゃあもう一回は一人練習の方が上がるかな。習熟度上げたいですね。
やっぱり屋上かな。ちなみに6か、6上がって95だからあと2回練習すれば習熟度100になるんで、どうせなら100にしてから一気にアンサンブル練習したいから。そうですね、例えばじゃあ榊さんと上げると5、94だからこれでプラス習熟度で2人練習するかで、ちょっと技術経験を稼いじゃうかって感じで。そうですよね、だって1人練習だと技術経験実はそんなに、そう、むしろレベル差があるうちに2人練習した方がいいよね。まあたったポイント1の差だけど、まあね、この1の差に泣くことがないように。じゃあチャルたちは第一先輩とね、1.2 倍は習熟度でいいか。はい、ああ君か、練習だね、いいとも。屋上、このくらいの時間になると体にもエンジンがかかるだろ。思い切り音を伸ばしていこう。伸ばそう、伸ばして 2,3 メートルぐらい。お疲れ様、休憩を取るのを忘れずにね。あ、そうだ、そこで今思いついた。あ、お昼休み、そうだ、100に無理に、そうか、しなくてもいいんだ。いずれ毎日2人練習するから、親密のために。そうか、もうこの辺でじゃあ練習やめてもアンサンブル練習入っていいね。了解、そろそろ昼食の時間だ。そうだ、どうせなら誰か誘って一緒に食べたらどうだ。食べよう。ニアが言っていた通り、誰か誘ってみよう。昼休みには誘って食べることができるんです。誘われることもあります。あ、第一先輩さんだね。最初協約にしますよ、もちろん。今日にメール送った。よっ、弁当作ったって。そういやお前の飯食うの久しぶりだな。いいね、お弁当一緒に食べれて。いいですね。マジでうまそうだな。お前、最近また腕上げたんじゃね？今日やと一緒にお弁当食べた。どんなお弁当だったんでしょうね。ごちそうさん、うまかったぜ。トントントンって言ってたから野菜切ってたんだろうけど。んじゃあ足りえけど、午後も練習すっか。お前もちゃんと引き込んどけよ。よし、じゃあアンサンブル練習といきましょう。まああれですかね、この場所だと一番人が多くて正門前ですよね。でどのぐらいいるかって、まあそ、あ、まだファンいないって感じか。まあ完成度、ここは完成度ボーナス狙っていきますかね。最初は確実にもうすぐに OK よっていう感じにしといて。あ、第一1回目のアンサンブル練習だったとね、完成度低いから。それじゃあ試しに合わせてみるか。よし、やるよ。さあ初めて、ついに初めての3人の演奏を2人に聞かせよう。 OK、 ひどいね。お、最後まで耐え抜いた子がいるよ。ありがとう。一人帰っちゃったけど、まあそういうのも好きっていうね、極物系のね、マニアックな方なんでしょうね。まずはこんなものかな。そうだ、忘れないうちに二人に渡しておくよ。はい、大会参加者用の ID カード。ちょ待てよ、
選抜メンバーに決まってねえうちからこんなんもらっても気が早すぎじゃねえ。なんだ弱気だな。選抜メンバーになるに決まってるだろ。お前にも彼女にもその力があると思ったからこうして協力してるんだ。素晴らしいね。本当に器が大きな人だよね。何回見てもこの大地先輩は。そっかそうだよな。ですぐ乗る京也君。ただ落ち込むときは落ち込むから気をつけない。俺たちがメンバーにならねえで誰がなるっつんだな。あそうそう、まあ ID カードはオケ部全員が持ってるし、取材に来る報道部員ももらってるんだけどね。ああなんだって。なんだそれ。たく紛らわしい真似すんなよな。元気だね。選抜メンバーになれると信じてるのは本当だよ。これをもらった部員のうちステージに立てるのはほんの一握りだ。君たちには何としてもその一握りに入ってもらわないとね。大丈夫、君たちならできるさ。そうでなければ俺も困る。かっこいい。よし、じゃあどんどん先輩の期待に応えてアンサンブル練習磨いていこうじゃないか。誰に聞かせるかな。じゃあさっき去った君、もう一回聞いてくれ。シャレダッシュ。ダメだ。ちょっとはいいでしょ、さっきより。さっきよりちょっとはいいでしょ。ペコリ。お疲れ様。なあ、あんた。昨日今日会ったばかりで、俺らのことろくに知らないだろ。ねえ。それなのに我が君って言ってくれるんだよ。これ初見プレイでも言ったな。それなのになんで俺たちに肩入れするんだ。そんな、なんでだ。なんだそんなことか。答えは簡単だよ。もうちょっとなんかファンタジーとかね、そういう冒険ものとかみたいな作品だったらね、最初からこうやって信頼してくれるお兄さんってどういう立場って最後敵になるパターン多いけどね。君が可愛いからさ。何でも見通しで、実は別の目的がある人なんだよね、こういうキャラクターって。どうせアンサンブルを組むなら可愛い子と組みたいじゃないか。なるほど。はあ、なんだそれ、わけわかんねえ。そうか、すごくシンプルでわかりやすいだろ。どこが。だから初見の作品を見るときはちょっとうんって警戒しちゃうよね、こういう人ほど。最初から自分たちのことを理解してくれる人ほど。お前もこいつに何とか言ってやれ。なんと、ありがとう。ありがとうって言ったんだ最初。なんとか。あ、いいね。なんとか、そんなことないって。なんとか、なんかこれボケだな。あーでもそっか、そんなことないって言ったら京也くんの親密度上がるかもしれないね。え、自分じゃ気づいてないのかい。もしかしてあまり可愛いって言われ慣れてないとか。弟くん、ダメじゃないか。何がだよ。面白い選択肢選べた。この子に何も言ってあげないなんて、男としてどうかしてる。は？こんなに可愛いんだから、ちゃんと言葉にしないとダメだろ。はあ？なんでそんなこと言わなきゃなんねんだよ。だいたいこいつは幼馴染で、顔なんて見慣れてんだ。今さら可愛いとかそんなこと思えるか。やれやれ、近すぎるがゆえに魅力に気づいてないようだ。やれやれだよね。もったいないことをしてるね。ってそうじゃなくて。そうだよね、今のは榊先輩の親密度が上がる回答だったね。アンサンブル組んだのは本当にそんな理由なのかよ。疑り深いね。少なくとも嘘は言ってないよ。俺は可愛い子を助けたいのさ。バイオリンが上手いならなおさらね。もちろんお前は何の可愛げもないから別感情だ。別感情だ。
かっこいいね、別感情だっていう、こういいですね、使いたいですね、普段から。バイオリンだけでしか評価しないから、キリキリ練習しろよ。男は別。上等だ。そういうあんたこそ、俺らに遅れを取るなよ。出た得意の棒。あ、紐に銘じとく。じゃあ解散しようか、はい、本番まで日がないことだし、時間は有効活用しないとね。解散するって言ったけど、あと1回あるんだよね。もう1回集合。もうやることがここにないですもんね。ちなみに、なんか細かい親密度の変化あります？結構上がってるの。そうか、お昼ご飯行ったりもしたもんね。まだまだ、でもそれでも親密度ね。一回外出て中入るか。うん、特にないね。よし。じゃあ最終号。もう一回アンサンブルやるよ。まあ、適当に、そろそろパチパチくれそうな雰囲気なきにしもあらず。まあ、とはいえ、ラボポイント稼ぎ狙うようなところじゃないね。ファンを増やすか、一人で。お、ここいいですね。ハル君に聞かせてあげたいけどね。まあ、今回は、ファンを増やす。多少良くなったね。多少良くなりました。おしおし。でも、まだブラボーはされない。まあ、そりゃそうだ。さあ、とりあえず最低限は足しました。でも、それじゃあ物足りないよね。110まで上げようねって話ですね。ん？ん？ニアさん。今帰りか？私はこれからコンビニに行く。あ、よかったら一緒にどうだい？例のピロシキコンビニ。ただのコンビニじゃないぞ。清掃学院の生徒にとっては外せない店だ。じゃあついておいで。どうだい、結構品揃えはいいだろ、うん、ずっとピロフ、なんか一年中ピロフ式フェアやってそうですよね、この店。ここではいろんなものが買えるんだ。左上にあるけどさ、一年中あれかかってそう。誰かに差し入れをするときはここで買っていく生徒が多いようだね、うん、さあ、差し入れができるようになりました。はい、これはもう、あ、買ってあげるだけで親密度が上がる優れものです。狙っている人には毎日あげましょう。君も誰かに差し入れする気になったらここで買っていくといい。君からの差し入れならみんな喜んでもらってくれるさ。噂ではここで買ったものを送ると恋が実ると言われてるんだ。コンビニのもので恋が実るって伝説って、もうまず少なくとも日本国内にはないよね。その噂が本当かどうか君の手で確かめてくれないか。そうだ、試しに私に送ってみるか。お、長谷倉ニア様へというカードをつけて、はい、フルネームこれで分かりましたね、この時初めて。うなずく。それがニアの本名の、あ、いいね、面白いね。あ、長谷倉ニアっていうの初めて聞いたわ。ああ、そういう名前で名簿には載ってる。その言い方スパイだったのかな、やっぱりこの人何らかの。だが名前なんて普遍のものってわけじゃない。相手と場所次第で変わるものさ。素晴らしくかっこいい言い方だし、うん、名前にこだわらないっていうのは大事なこと、うん、名前がとても大事だっていうのと一方ね、こういう考え方もまたあるよねって思うけども、ニアさんその年齢でそういうことが言える境地に達してるのはね、もう頭が下がる。私はただのニアという名の方が気に入っているよ。もうニアさん、ニアっていう方からね、このフォントで見るとずっとね、あの右方向に指さしてるのにしかずっと見えないんですよね、ある時期から。ニアって、学内選抜まで総評もない。夕食の前にもう一度学校見ておこう。偉い。ない。何が？
そういえば帰り際に楽譜を机の上に置いてきた気がする。ゆげ子さ、よくやるよねこの世界の。ゆげ子、またお忘れ物ですか。学校に取りに行こう、急げ。やや目を丸くしちゃって。俺が寮にいるのが珍しいかい。ちょっと律に用があったんだ。別のとこだもん。いやって聞くとね、あのプレイステーションチビキャラ銀エーデンのね、あのいやっていうね、言った人の順番を当てるゲームありましたね。はい、あのクイズまたやりたいですね。それより君はこれからどこかへお出かけかな。学校に楽譜を忘れたって、はい、そうです。明日じゃダメなのかい。そうか、ああ、あのイベントか。じゃあ俺も付き合うよ。礼を言う、礼を言ったんだね。遠慮する、ごくらず君は藤崎しおりかって。ああ、これ面白いな。でもやだ、私もたとえ今回狙えてなくてもパリンとか見たくない。やだ、これ面白いけどもう別のゲームでしょこれ。遠慮し、じゃあ今回じゃ遠慮してみましょう。そんな気にしなくていいんだよ。一人で行かせて何かあったら困るからね。大ちゃん一応心配しているようだ。この上もなく本気なんだけどね。じゃ行こうか。なんかツッコミの言葉とかね、初見プレイと同じこと言ってるかもしれませんが、この時間だとご容赦ください。生徒の通用口は警備員が戸締まりしちゃってるな。とはいえ職員専用口も見つかると面倒だし、残る手はやっぱあれしかないな。ついておいで。ここの窓の鍵は壊れてるんだ。生徒の間でのみ伝わる秘密の出入り口さ。できました。転入したての君はまだ知らないだろ。覚えておくと便利だよ。今日みたいに忘れ物をした時とか、ちょっとしたイベントをやる時とかね。でも教師や警備員に見つからないよう注意が必要だ。取り扱いには気をつけて。さあ俺の手に捕まって。手捕まる。まあこういう正規じゃない出入り口ってどの学校にもありますよね。うちにもありました。秘密の生徒だけどね。ざっとこんなもんかな。君のクラスは確か B 組だったね。それならこっちだ。 2B。 あった？その様子だとちゃんと見つかったようだね。どう答えますか。じゃあこれで不読み、あ、真面目にいこうか。真面目。よかったね。そんなに嬉しそうだと役に立てた甲斐があるよ。それに真剣に取り組んでる君を見たら俺も頑張らないといけないな。あ、心の根でしたね。選択肢を誤ってたらならなかったのかな、これ。それじゃ帰ろうか。急がないと今度は寮の門限に遅れてしまうよ。さあ無事帰ってきました。よし、じゃあ、じゃあ目標の目安の40分にも近づいてますので、ニアさんと話すのはまた次回にして、今日はこの辺にしましょう。いや、なかなかね、初見のイベントもやっぱ見られるんですね、2週目は。思えず、実に楽しみです。今後もあるかもしれないから、ではここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ではでは失礼します。